ミューレンの手巻き時計グランプリです。1950年代製造のヴィンテージコレクション。さまざまな企画で展開された同社の意欲作です。本品は手巻きムーブメント CAL1420 を搭載したメッキモデル。文字盤はシルバーダイヤル。アップライトのくさび型インデックスとエッジの際立つドルフィンハンドの組み合わせ。12時1のメーカーロゴや金属を埋め込んだパールドロップ仕様のミニッツメモリなど細かなディテールにこだわった中三振の風貌デザインです。メッキケースはビューレンリューズのラウンドフォルム。裏蓋は SH スナップバックです。バンドは社外製のレザーストラップを装着しています。現行品にはないヴィンテージ感を醸し出した歴史と伝統が詰まったビューレンの一品です。コンディション、ダイヤル、文字盤、軽い趣味、汚れが認められます。文字のかすれ消えはありません。針、インデックスは軽く劣化していますが、錆は出ていません。ケース、裏蓋、シレ、小傷が認められます。裏蓋は腐食が見られます。大きなへこみはありません。風貌、軽いスレ、小傷が認められます。装着しての日常視認性は十分に確保されています。ベルト、尾状、社外製です。すぐに装着可能です。リューズでゼンマイを巻き上げます。引いて回すと、針が動いて時刻調整ができます。日差は24時間の実測で30秒以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。ラグ幅18ミリです。ケース径は約33ミリ、リューズ含まず縦ラグからラグまで約40ミリ、厚さ約9ミリ、風防含むです。アンティーウォッチマンの代行お任せコースは商品撮影と説明文を代行します。販売価格のアドバイスもいたします。